こんにちは、ゆうこまくまんです。不動産を買うときにね、必ず行いたいのは、プロセスの中の一環として、ネゴシエーション、交渉ですけれども、こちらはいろいろな角度から、やっていくべきことだと思うんですよね。今日はですね、そのネゴシエーションについて、私が必ず行う5つの項目を皆さんとシェアしていきたいと思います。このネゴシエーションについて、どのようにして契約書をうまく使ってネゴシエーションするのかという話は、私のこちらの方の、MBA 講座、すごく好評で行っているんですけれども、年にそうですね、4回ぐらい、講座を開講しております。現在6期生まで終わりまして、次回7期生の募集が多分4月ぐらいになるんじゃないかなと思うんですけれども、その中では結構詳しくお話をしているんですが、今日はですね、ちょっと端折って5つを皆さんとシェアしていきたいと思います。で、この5つは、私も、必ず買うときには気をつけてやっていることなんですけれども、皆さんが物件を買うときは多分不動産エージェントさんがいると思うので、そのエージェントの方に、こういう項目は交渉してくださいということを、必ずこちらから申し出る必要があります。エージェントさんが気を利かせてやってくれるというケースは、まあ、寂しいんですけれどもあまりないので、皆さんの方でそこの辺を分かっているとエージェントさんも動いてくれるというような形になっていきますので、これはですね、物件を買う時点でもう本当に最大で言えば3万ドル5万ドルっていうようなお金をセーブすることができますから、このネゴシエーションどこのポイントを押さえていったらいいのかなということを今日は皆さんとシェアしていきたいと思います。それではですね、まず一つ目、ネゴシエーションというとどうしてもお金が関係してるかなっていうふうに思うと思うんですけども、一つ目に来るのはタームをネゴシエートすること。これはどういうことかというと、その契約に入ってからいろいろ何日以内に何をしなきゃいけない、これあなたにはこれだけの日数が与えられて、その間に何をしなきゃいけないというね、期間がいろいろあります。これはいくつかあるんですけれども、一番気をつけたいネゴシエーションのポイントはその中に2つありまして、このタームを交渉するということで、まず一つ目はインスペクションのターム。これは皆さんバイヤーの場合は、インスペクションリポートっていうのを取ることができますので、これをリポートを取ってからいろいろと調べることがあるんですよね。もしかしたら騒音がうるさいから騒音の専門の人を呼びたいとか、それから下水の専門の人のカメラでもう一回見てほしいとか、いろいろなことが、起こってきますので、長ければ長いほど自分にとって得なわけですよね。なので通常何も言わないと、普通はアメリカの契約書、これは州どもうちょっと多少の差はありますけども、だいたい17日ぐらいは契約書で何も書かないともらえるんですけれども、そこに例えばまあ短くしたい場合とか2日とか3日とか自分で出せばいいんですが、この今のですね、このバイヤーマーケットの時にはバイヤーの力がありますから、そこはなるべく長くするということができますので、まあそれを最大に使うということです。どうしてこれを最大に使うと皆さんに得があるのかというと、やはりその17日間の間にいろいろなことを調べる時間があるので、ゆっくり焦らずにゆっくりとその物件を吟味して買うか買わないか、契約を入れた後でも、そういったキャンセルができますので、この17日のうちにしっかり調べておかないと、この後にじゃあ17日後にはいもうこれで私は問題ありませんって言った後に問題が出ても、それはバイヤーが飲まないといけないということになりますから、なるべくその期間が、特に慣れてない方はね、長ければ長いほど方がいいということになるので、このインスペクションリポートの期間の交渉は、まあ、17日間何も言わないんだけど、向こうから言われてきた時にどうしてもやっぱりこう長くしてほしいということを言えるような、知識を持っているということです。そして2つ目に、タームの中で、交渉したいなというのはアプレーザルの日にちですね。で、これはアプレーザルっていうのは皆さんがローンを組むということが前提で、あの不動産にオファーを入れてますから、その銀行がその物件に見に行って本当にそれだけの価値があるかどうかという不動産鑑定が銀行さんがやるというのがこのアプレーザルという機関がありまして、大体これはですね、もちろんセラーさんはもう早く分かりたいので、なるべくその日にちを14日にしてくれとかって縮めてくるんですけども、普通だと大体21日間ありますので、そのタームはどうしても21日欲しいということで、インスペクションは17日、それからアプレーザルと言われている不動産鑑定は21日あると、こちらの方も余裕を持って、ローンのねプロセスもいろいろありますから、長ければ長い方が自分が安心できるというような特典で、まずはこの、ネゴシエーション1番はタームを長く持つこと。それからネゴシエーションナンバー2、
これが一番大きいかなというふうに思うんですけれども、先ほどインスペクションリポートを取るというお話をしました。で、これはどうしてかというと、もちろんね、皆さんがその物件の健康状態を知るというのも大切なんですが、それが大きなネゴシエーションのツールになるわけですよ。やはりどんな家でも多少はね、いろんなところに、まあ欠陥があったりとか、ここが動いてないとか、今こういう状態だとか、雨漏りが昔したとか、まあいろいろなね、やっぱりこのアメリカの不動産っていうのは、古いものがいっぱい売られているという中古マーケットにおいて、そういったことが多々ありますので、これを見てリペアをした方がいいというサジェスチョンがインスペクターから出ています。でもちろんそれもそうなんですけれども、できればですね、ネゴシエーションに使いたいときは、すべてリペアをお勧めされているものはすべてをリペアするというような目線で、まずはそのインスペクションリポートを取ったら、コントラクターに全部見せて、これ全部直したらいくらになるのという見積もりをもらいます。そうするとそれがベースになって、ここ何番、1番、5番、8番、2番とか、まあ、その部分は全部直してほしいから、コントラクターに聞いたら全部で5000ドルかかると言われたので、5000ドル値下げをしてほしいというような交渉をしてきます。なので値下げをしてほしい、もしくは直してくださいという、もちろん交渉もできますよね。自分が直すよりも、そのセラーさんにその悪いアイテムを直してもらうという依頼を出すということです。で、これは本当にこれは別にいいかなと思っても、一応聞いてみるということです。で、どうしてこれをするかというと、例えばじゃあ全てのものを直したい、5000ドルかかりますということで出した場合に、大抵セラーからは、こんなに直せないから半分でどうとかっていう交渉が始まってきますので、最初に多く出しておいた方が、こちらとしては、スペースがあるわけですね。交渉するスペースがあるということになるので、全てに対してリペアをまずは依頼する。で、リペアを依頼するか、もしくはそれをクレジットという形で、もらうこともできます。これどういうことかというと、例えば全部直して5000ドルあなたで直してくださいっていうことですけど、多分めんどくさいですよね。やっぱり期間もあるし、まだ直らなかったらちょこちょこ行かないといけないからめんどくさいと思うので、私がやりますと。ただその分のクレジット、お金を私にくださいという交渉の仕方です。だから5000ドル分あるから、じゃあ5000ドルくださいというような交渉をするわけなんですけれども、それで大抵向こうは、いや5000ドルじゃなくて3000ドルでどうとかっていう交渉になってきたり、5000ドルって言った金額をそのまま飲んでくれることも多々ありますので、やっぱり言ってみる。で、最悪はノーって言われることだけなので、やっぱり言ってみて向こうの出方を見るという交渉の仕方が一番いいかなと思うので、私もこれでですね、結構やはりいろいろな、例えば壁にひびがあるということで、ファンデーションとかの、がもしかしたら、歪んでるのかなっていうことも想像できますから、そういうクオート、見積もりを取って、それをベースに私もいくつか交渉してますので、別に私はこれは別にどっちにしてもフリップするから、直すから別に直してもらわなくてもいいわって思うものも直してもらうような交渉をしていきます。それによって、やはりもしも直そうと思った時はバジェットがあるし、直さなかったら自分の懐に入ってくるということになりますので、このインスペクションリポートをベースに価格の金額の交渉をするというのは、一番大きな金額の優遇になるネゴシエーションの一つじゃないかなというふうに思います。ネゴシエーションナンバー3、これもリペアの一環なんですけれども、シロアリ駆除というのが、特にね、カリフォルニアではこれは、まあ、セラーさんにそのリポートを取ってもらうというような、まあ、交渉というかね、これは契約書の中に、まあ、リポートを出してくださいということで、セラーのコストで、テアマイトリポートというのを出してもらうように、まずそれも書きます。まあ、それは交渉というか書いておくべきことなんですけれども、それでテアマイトリポートを見てですね、これだけテアマイトがいました、これだけリペアしたらいくらになりますっていう見積もりが出てきます。2つに分けてですね、セクション1とセクション2という、まあ段階に分かれてターマイト会社っていうのは見積もりを出してきますので、それでセクション1っていうのは、例えば柱の部分をこうシロアリが噛んじゃってるので、もうこの柱は取り替えた方がいいですとか、それかもうターマイトの数が多すぎてテンティングっていうんですけれども、まあこんな形でね、そのテントを家中に、カバーして全部ターマイトを駆除するというようなリペアの仕方もあります。で、これやるとやっぱ何千ドルってかかるので、やはりそのセクション1は直してほしいということは必ずバイヤー側からは言うものべきだと思います。で、これはですね、オファーの段階でもうすでに入れておかないといけないことなので、これエージェントさんにオファーを出すときにですね、ターマイトのセクション1に対応してくれるということを条件に入れてくださいということを、皆さんの方から入れるような形で持っていくといいんじゃないかなというふうに思います。これリペアが出てから
ああでもないこうでもないって言うと、もうそこで交渉の中だろ、いや僕はやらないっていうチョイスをセラーに与えてしまうので、一番最初から、その部分では、ターマイトのセクション1でリペアが出た場合はセラーさんのコストとして持ってくださいということを最初に書いておけば、セクション1が出たらもう交渉も何も向こうがやってくれるということなので、自分の中で安心という材料になるんじゃないかなというふうに思います。それからネゴシエーションナンバー4、これはですね、まあ、保険とかいろいろな経費がありますよね。そのエスクロー入ったりとか、すると経費がかかります。で、セラーさんの経費の方がやや多いんですけれども、まあ、バイヤーもそれなりに経費がかかってきますので、まあ、州によって異なりますけど、例えば、タイトルインシュアランスというものを、発行してくれるんですけれども、これ何かっていうと、物件のその名義が変わるときに、そのタイトルですね、名義がクリーンであるということを保証してくれる保険というのを、入らないといけないんですけれども、カリフォルニアの場合はこれはセラーが大体、買ってくれるっていうのが、通常なんですが、他の州だと、例えばハワイとかだと、40-60 とかね、 60%40% で、それぞれがなんか持つみたいなことになってるので、最初からこれも、タイトルインシュアランスはセラーのコストとして払ってくれるということを条件に、これもオファーを入れるときに書いておくべきです。なのでエージェントさんに、先ほどのターマイトのセクション1リペアと、それからターマイトリポート、それから、こちらのタイトルインシュアランスの費用っていうのはセラーさんに持ってもらうということを書いてください。これだけで本当に下手すると1万ドルぐらい浮くことになりますから、やはりこれはきちんとネゴシエーションするツールの中の一つとして皆さん覚えておくといいんじゃないかなというふうに思います。そしてネゴシエーションナンバー5、これは最近の動向でよく見られることなんですけれども、セラーにローンの経費を払ってもらうということです。これはね、まあ、全て払ってもらうっていうのはちょっと飲んでくれる人はほとんどいないんじゃないかなと思うんですけれども、これ最近起こってる動向なんですが、今アメリカでは、金利が比較的、高くなってきました。まあ一時期 3% なんていうこともあれは本当に歴代未聞の低い、レートではあったんですけども、今 7% ぐらいになってるということで、やはりその不動産の動向がやはりこうスローダウンしてきてるというのは、そういうところに大きな影響が出てると思うんですよね。なので、ちょっと金利が高いからもう少し待って、下がるのを待ってから買おうかなとかっていう人たちが出てきたので、やはりそれでちょっとマーケット自体が、この現在2023年の2月ぐらいはちょっとスローダウンしてるという状態なんですけれども、なのでセラーとしてはやはり来てくれたバイヤーさんに買ってほしいわけですよね。なんですけども、こちらとしてもやはり 6.5% ぐらいかなと思ってたら、ローンが出たら 7.5% だったとかっていうこともありえます。そうするとやっぱり 1% 違うと買う方も躊躇してしまうということになると思うので、そうなった時に、大体銀行さんのローンっていうのはポイントを払うと金利が下がるというシステムがあります。これどういうことかっていうと、ポイントっていうのはですね、まあ、1ポイントポイント、まあポイント、それから2ポイント3ポイントっていう形で見るんですけど、これ何かっていうと、物件価格に対しての 1% だから、物件が50万ドルだとしたら、 1% の5000ドルがポイントとなって、ローン会社に手数料としてこちらから払わないといけないわけですよ。だから2ポイントとかになると1万ドルっていうことになるので、やはりこちらとしても出費が大きい。でもセラーとしてもやはりこのバイヤーさんにもう買ってほしいっていうような状態にあるときは、このポイントを払ってくださいとセラーに聞くネゴシエーションができます。これは最近本当に私もよく見ます。で、セラーさんもちろんそれでもうしばらくマーケットに停滞してて、もうこれでこの人逃しちゃったらまたマーケットに出さないといけないから、分かった、じゃあ5000ドルぐらいだったら払うよみたいなことを言ってくれることが非常に今確率的に上がってきていますので、これも聞かなきゃわからないですね。聞かないと向こうから払ってあげようかなんて言ってくれないので、聞いてみてノーって言われたら、まあ自分で払うかっていうその判断になるわけなんですけれども、それによってそのポイントを多く払うことによって、皆さんのローンが 7.5% が 7% になるっていうことも多々あります。これはね、いろいろなそのローンの種類がありますから、ローンブローカーさんに確認してみることが必然的に、まあ、必要となってきますけれども、今そういったローンが非常にあるので、昔と比べると金利が高い、もちろんローン会社も通してあげたい、でもこれだけ経費を払ったらこのローンを 7.5 から 7% にしてあげるよっていうようなプランっていうのがいくつかありますので、まずはそういうローンかどうかっていうのを確認しないといけませんけれども、それで
でポイントを払わなきゃいけないということになったら、それをセラーさんに交渉してその経費を払ってもらうというようなやり方があります。ということで、今パッと挙げたネゴシエーションするべくネゴシエーション5つ、こちらおさらいしたいなというふうに思うんですけれども、1つ目はタームをネゴシエーションすること、特にインスペクション、それからアプレザルというようなタームは最初からネゴシエーションしておくということ。 No.2、インスペクションリポートから見たリペアリクエストは最大に持っていくこと。そして、その分をセラーさんが直してくれないんであれば、クレジットとしてもらえないかということを少し多めの金額を、聞くということ。No.3、ターマイトリペアのセクション1は必ずセラーさんに経費を負担してもらうこと。ネゴシエーション4、エスクローの経費、それから、タイトルインシュアランスのコストなどをセラーに持ってもらうように、促してみること。エスクローの経費というのは、ね、まあ、いろいろありますので、エージェントさんと相談することになると思いますけれども、そちらの経費の、交渉。それから最後のナンバー5、こちらはローンのポイントを、少しセラーさんに払ってもらえないかという交渉をしてみること。ということで、これを全部もしもできたとしたら、本当に3万ドルにも4万ドルにも5万ドルにも自分にとって得がある、結果をもたらすことができます。で、これができるのがですね、やはりちょっと前の、去年の夏ぐらいだと、もうセラーマーケットだったんですよね。だからバイヤーは本当に有も言わさず、向こうに指摘されたものしか買えないというような状態がありました。そしてもう一つの物件に対してオファーが10個とか入ってくるので、やはり自分のオファーを取ってもらうために、やはりセラー寄りに、セラーに有利なようなオファーを出して買うということしかできなかったんですけども、今こうなってみて、少しマーケットがスローになっている、もしかしたらこのまま物件下がるんじゃないかって言われているこの時期には、なるべくネゴシエーションが、今度はバイヤーの方がネゴシエーションするというパワーがありますので、ぜひ今から物件を買いたいなと思う方は、この5つのネゴシエーションっていうのを参考にしてみて、不動産エージェントさんとお話ししてみるといいんじゃないかなというふうに思います。で、こちらのそのネゴシエーションのもう少し詳しいお話は、先ほども言いましたけれども、こちらの MBA 講座の中でじっくり契約書と照らし合わせながら、どこに何がどのようにして書かれているのかということと、それからそれをどのようにして相手に実際のネゴシエーションとして紙に書いていくかというようなステップバイステップもついておりますので、ぜひこちらのコースも参考にしていただけると嬉しいです。今は受講できませんので、ウェイティングリストの方に載せていただくと、少しボーナスを皆さんにお渡しして、次回入講していただくという形になりますので、ぜひご活用ください。ということで、また2週間後にためになるお話で皆さんとお会いしたいと思います。それではまた See you later! バイバイ!